歯綺麗な。ありがとうございます。どうしたの？ホワイトニング。いや、ロッテのやっぱりキシリトールを完全に。そこか。まあ、昨年セカンドにコンバートされて、はい、昨年だよね。そうです。で、走ることを義務付けられ、はい、3番を打たされ、どうでした？充実感ありました？はい、とても充実していましたし、やっぱり毎日試合に使ってもらっている中でリズムを使うことができたので、自分の中では一番疲れもなかったですし、充実した日々が遅れたかなと思います。リラックスしていいから、はい、これ地上波でも何でもね、YouTube だから、はい、もうちょっとこう柔らかくね、盗塁に関して今年はもっと走ってやろうっていう意欲は湧いてますね。めっちゃしんどいやんって思ってます。どっち？いや、きつい部分もたくさんありましたし、けど去年はすごいノーマークで、あれだけの数を走れたと思ってる。いや、ノーマークじゃないね。途中からめちゃくちゃマークされてた。途中からはそうなんですけど、けど最初の方に数を稼いだので、オールスターまでに20何個とかできたので、数をできたかなと思うんですけど、今年は39個です。39個だね。はい。今年は最初からマークされるので、その数に近づけるかどうかというところはありますね。でもさ、3番打ってセカンドやってて、やっぱ走らなきゃいけないって言ったらさ、はい、すごくきついじゃん。きついですね。はい、俺もそうだった。はい、ものすごい気持ちわかる。3番で走ることを義務付けられ、はい、やっぱ3割は打ってほしいみたいな、出塁率も上げてほしいみたいな、はい、めちゃくちゃ言うなよって思うでしょ。ね、途中からしかも荻野さんが怪我で離脱して、余計に走る人が少なくなったっていうのもあって、ね、失敗しても何も言わないから、もうどんどん行けっていうふうに言っていただいたので、どんどん行くことができたので、よかったんですけど、まあ、今年はやっぱ去年、39個盗塁して、失敗も結構あったので、まあ、去年と一緒じゃだめだと思う。まあ経験だもんね、失敗も経験のうちだから、はいね、でもいい若手が入ってきて、はい、やっぱこう優勝するのには、やっぱそういう人たちが育ってきた時に、もうちゃんとした3番であり、はい、チームの本当にキャプテンでありみたいな。そうならなきゃいけないでしょ。そういう使命は感じてるでしょ。そうですね。けどまだ自分も去年試合に1年間出させてもらって、まだまだアピールしないといけない身だと思うので、しっかりアピールしながらも、もう中心にならなきゃダメだよ。アピールしながらも周りを見てしっかり声かけてやっていかないといけないなっていうのはあります。何年後に優勝できる？今年できる？いや、みんなさ、今年優勝できるって言ったら、みんな笑顔でごまかすんだよね、まあごまかしてんのか、いや、しますよっていう意欲なのか、ちょっと分かんないんだけど、でも、なんていうの、こう本当にチームがガチッと強くなるって、まあ今年優勝するかも分かんないし、もう本当に強くなるっていうのは、何年後ぐらいに考えてる、これだったら、どこ行っても勝負できるっていう。どうなんですかね、自分がちょっと言えることじゃないのかなと思いますけど。冷静だな。はい。さすが早稲田だね。いやいや、そういうこと。中央の俺の後輩はペラペラ喋って帰ったけど。そんなことない。じゃあ今年の目標。はい。教えてください。今年の目標、個人的にはやっぱ去年よりもいい成績を。率は？キャリアハイ3割を目指して。目指す？3割、そうですね。3割打ちたいんで。打ちたいの？3割、そうですね。3割1分を目指して。目指すの？はい。打ちますじゃないの。3割1分を目指して3割打てるように。なんでそこで10マイナスになるの？去年も3割が打ちたいと思ってやってるんですけど、去年稲葉さんが球場に来られたときに3割を目指してたら3割に届かないっていう話をされて、3割2分3分を目指さないと3割届かないっていう話をいただいたので、まあ、みんなそう言うよね、はい、誰でももう昔から言われてるよね、はい、もう3割5分打ちゃいいじゃん、はい、いや本当本当、はい、じゃあ4割打つって言ったら3割5分ぐらい打てんのかっていう話じゃない、はい、もう3割5分打つって思っときゃいいじゃん絶対、はい、でも去年それ目指してて打てなかった原因って何だろう。やっぱ最後終盤の方にやっぱりヒットが欲しくて、うん、打撃が小さくなって塁にも出たかいしな、塁にも出て走りたいっていうのもありましたし、ね、はい、どんどんちっちゃくなっていったっていうのがあるので、はあ、その反省点はしっかり、でも正しいと思う、はい、俺も盗塁を取った時にやっぱ塁にもう気持ちが一塁ベースにあるんだもん、はい、でもとにかく出たくてってもうその気持ちはすごく分かる、はい、やっぱここを完結して塁に出るというね、はい、そういう反省点がある。体力的にはどうだった？きつかった？バテた？思ってたよりはバテなかったですけど、うん、けどシーズン終わって秋季キャンプに入った時にすごい疲れが来たので、うん、けど本来ならそこで CS を戦って、うん、勝って日本シリーズっていうところを考えたらまだまだ足りないなっていうふうに思ったので、ね、はい、じゃあ3割は打つと。はい、打ちます。よし。ホームランはそんな関係ないか。そうですね、ホームランは自分そこまで多分、まあそうだね、はい、近くはなると思うんですけど、まあまあヒット打てりゃいいかと、3割目指してやっていれば数も増えてくるかなと。そうだよね、はい、じゃあ打点3番打つんでしょ。はい、はい、何点？そうですね、打点得点圏が去年も低かったので、70は少ないわ。少ないですね。80ぐらいね。80、はい。その代わり一塁はしっかり出ろよって言っとかないと。そうですね。そうでしょ、はい、お前出てしっかり走れよって、はい、ちょっと言っといた方がいい一塁は出ろよって井上誠也さんの打点が増えたのも自分のおかげだと思う。そうだよな、はい、走ってあげてるもんな、はい、長打で帰ってきてくれてるもんな。 そのために誠也さんもちょっと待ってくれてる部分はあったので、うん、まあね、今年も、はい、でも 1,2 番次第だよね、打点はね、3番はね、はい、うん、じゃあ盗塁。そうですね、盗塁40個を目指して、去年39で終わってしまったので40個目指して、盗塁の成功率も上げながら40個目指してやっていきたいなと思います。なるほどね、はい、3割打てなかったらどうしてくれる？3割打てなかったら、うん、坊主にする。いや、坊主簡単だぞ。はい。坊主はダメ。はい。何。あ、じゃあこの T シャツちょうだい。はい。はい。いただきました。はい。これいいの？候補の方、高橋さん。打てなかった。打てなかった。はい。本当に？はい。はい。じゃあ楽しみにしてます。はい。じゃあ打った時には番組から何かしらプレゼント。何かしらって費用だよな。じゃあこの帽子でもあげます。その帽子持ってます。あ、持ってる。あ、これ持ってる。じゃあ何かしら、はい、ね、考えます。はい。はい。頑張ってください。はい。ありがとうございます。どうも。ありがとうございました。